歴史で語る男服、僕ちょっとうんちく的な部分が実は結構好きで、ロンハーね、実はね、最初はオクテットチャンネル、どうもこんにちは、オクテットメンズファッションチャンネルのムンです。はい、今日はですね、ちょっとね、いつもとは毛色が違います。はい、皆さんね、もしかしたら、覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、今日はね、歴史で語る男服ということで、ちょっとね、僕がこのいろんなね、このアイテムの、まあ、ルーツだったりとか起源みたいなところ、まあ、それからファッションアイテムのなんかこう特徴とかを詳しくね、お話ししていけたらなと思っています。服好きな方はすごく好きだと思いますし、まあより一層ね、その僕が今回ね紹介していくファッションアイテム好きにねなってくれたら、すごく僕としても嬉しいかなと思います。はい、というのもですね、まあ僕はこのファッションの、まあ、着こなしだったりとか、まあそういったこともすごくもちろん好きなんですけれども、それもそうなんですけど、ちょっとやっぱ僕ちょっとうんちく的な部分が実は結構好きで、ファッションアイテムの歴史とかね、なんかそういったものが実はちょっとマニアックなところなんですけど、割と好きなんですよね。皆さんにもね、深くなんでお伝えする機会をちょくちょくはね作っていけたらなと思っています。今日のテーマですね、こんな感じで革靴ローファーについて深掘りしていこうかなと思います。ローファーですね、まあもう僕らのこうチャンネルでも何度も取り上げてますし、特に今の時期はむちゃくちゃこれをね、僕らもこうスタイリングで足元に合わせることってめっちゃ多いじゃないですか。やっぱりこう夏といったらね、夏の革靴といったらやっぱローファーといっても過言ではないくらい、すごくローファーよく使いますよね。実際皆さんもおそらくこういった綺麗なねアイテムが好きな方っていうのは、こうカジュアルでローファーを合わせたりとか、まあ、なんだったら今だったらもうジャケットとかともすごくよくこう合わせるっていうスタイリングをすることもあるぐらい、多分めちゃくちゃ活躍するのがこのローファー君たちだと思います。ただね、このローファーっていうアイテム、まあ、ちょっと今日はね、一体どういったものなのかっていうのを、まあ詳しく、お伝えしていこうかなと思っています。ぜひね、これをきっかけにもっとローファー好きになってもらったりとか、ファッションのこの奥深さっていうのが少しね知れたらすごく嬉しいです。早速ね、ちょっとこうお話しようかなと思うんですけど、まずね、このローファーっていうアイテム、どこが発祥かとか皆さん分かりますか？ね、ローファーっていうこの靴、もちろんこの発祥が当然ながらあるんですけど、起源は実はこれ諸説あるんですよね。諸説あるんですけど、一番まあ硬いかなって言われてるのがイギリスです。イギリスの、まあ大体1840年代ぐらいですね、ぐらいの昔の当時なので、まあ本当こうその時代背景っていうのは、大体この今のファッションのまあ元となったアイテムっていうのが割とこう出始めた頃ですね。1800何十年代から、まあ、1920、30年代にかけてから、こうメンズファッションのアイテムっていうのは結構確立されたって言われてるんですけど、まあ本当そのぐらいの時代です。はい。で、このローファーっていうアイテムなんですけど、どうやってね、生まれたのかっていうことですね。はい。これね、すごく面白いんですけど、ローファーね、実はね、最初はスリッパみたいな感じなんですよ。意外ですよね。結構意外だと思います。うん、もう本当、まあ僕らの今の感覚で言うと本当スリッパですね。っていうのも、このイギリス の、 貴族だったりこう王族の方っていうのが、自分の屋敷の中で履くシューズとして、まあその当時のこのイギリスのこう王侯貴族とかのシューズをまあ専門でしたって言ったね、ビスポーク靴屋の、まあ、ワイルドスミス社っていうところがあるんですよ。でそこにね、まあ、ちょっとこう室内履きのシューズをこういった感じで作ってくれっていう依頼をして出来上がったのが、実はローファーなんですね。はい。なのでローファーっていうのはね、最初は言い方ちょっと悪いんですけど、分かりやすく言うと、まあスリッパと一緒なんですよ。そのぐらいカジュアル、もうカジュアルどころかもう部屋着ぐらいのねレベルのこうアイテムだったんですね。まあそれだからじゃないんですけど、ローファーってね、よく僕らローファーローファーって言いますけど、ローファーってこう日本語に直すとどういう意味か知ってます？怠け者って意味なんですよね。結構だらしないと言いますかね、意味合い的には割とそういうちょっとまあだらしないですよね、怠け者なんてね。
ただそういう意味なんですね。まあ、スリッポンとかっていうふうにも、まあ、履き方としてよく言うんですけど、まあ、怠け者っていうのはやっぱり革靴っていうのはこう基本はやっぱりこうシューレースがあって靴紐があって締めるっていうのが、まあ、クラシックだし正当とされていて、そうじゃなくてもう靴紐もなくてスポンってね、ほんとスリッパみたいに履けちゃうようなこのローファーっていうのは、まあ、そういう意味も含めて怠け者っていう意味で今でもこうローファーって言われてます。意外とねこの名前の由来知らない人結構多いんですけれども、ローファーって実はそんな意味があったりするので、まあ、その辺を含めてもね割とというかかなりカジュアルだったっていうのがここでもねなんかわかるんじゃないかなと思います。まあそんなローファーなんですけど、まあ、これまたねなんで今ここまでこう浸透しているのかといいますか、そういう感じですよね。カジュアル化が進んだからとかね、そんなレベルじゃないといいますかね、まあ、カジュアル化がここ最近進んでますけど、それでローファーがっていうよりはもっと前からローファーってやっぱりあるじゃないですか。で割とさっきこう僕イギリス発祥って言ったんですけど、ローファーっていうと結構アメリカを思い浮かべる方も結構多いと思うんですよ。これはアメリカントラッドっていう流れの影響なんですけれども、やっぱりねこのさっきのこの室内向けのローファーっていうのがちょっとずつその貴族の立ちの中でも受けて、やっぱりそのワイドスミス社のローファーっていうのがすごくちょっと受けが良くなってきて、それをこう外で履くスタイルっていうのが若干出始めたんですね。ちょっとこうスポーティーにカジュアルにっていうので外で履くスタイルっていうのが出始めたんですね。でそれがこうイギリスとか、まあ、ヨーロッパ女子に流行ると、次はそれがこうアメリカにこう持ち込まれるわけですよ。でアメリカに持ち込まれるとやっぱりこうアメリカ人って国民性も相まって割と合理主義なんですよね。なんでガチッとしたこうクラシックなスーツとかイギリスとかってすごい思い浮かべると思うんですけど、アメリカのスーツって割とその辺が緩かったりだとか、既製服の発祥もほとんどがアメリカだったりして、結構合理的なものっていうのがすごく受けるんですね、あのお国柄も含めて。なのでこのローファーっていうのが履きやすいしめちゃくちゃいいじゃんっていう感じでアメリカでねかなりヒットするわけです。はい、こういった流れがあるんですね。で次このローファーがヒットすると、じゃあ、作りましょうと、はい、作りましょうっていうことで、まあ、GH バスっていうファッション好きな方だったらおそらく、ご存知かもしれないですね。そこのウィージャンズっていうモデルになります。はい、まあウィージャンズっていうのはすごくベーシックなコインローファーなんですけど、まあすごく有名なところで言うと他のね有名なこうマイケル・ジャクソンさんも履いていたシューズが GH バスのウィジャンズですね。はい、すごく今でももう名作って言われているようなアイテムなんですけれども、それがやっぱり発祥といいますかね、それが結構火付け役になったといっても過言じゃないかなと思います。はい、でこっからなんですけど、その時のねウィジャンズってこれ全然物は違います。これパラブルスのコロってアイテムなんですけど、まあ、こういったこういうねリーフロールって言ってこうついてる、まあ、コインローファーの形なんですよね。はい、けどローファーってねすごくいろんな形があるじゃないですか。うん、こういうタステルもありますし、あとちょっと今日は持ってきておれてないんですけど、ビットローファーって言ってちょっとこの金属の飾りみたいなのがついてるね、そういったものもありますよね。まあ、ここからが面白くて、ローファーがねここから独自にいろんな発展を遂げていきます。この GH バスのウィジャーズっていうのはすごく定番なんですけど、その後はこのアメリカをね代表する、まあ、トラッドなブランド、例えばラルフローレン、あとは、ブルックスブラザーズっていうね、このあたりのブランド、それからこれも革靴好きな人はすごく好きですよね、オールデンっていう、もうアメリカの革靴って言ったらやっぱオールデンでしょっていうぐらい、ドレスシューズでも言うというかね、あのオールデンがあるんですけれども、まあ、そのあたりがやっぱりローファー作り始めます。でこれが結構ねアメリカ特にもうスーツとかに合わせるスタイル、実はその当時からやってたりなんかして、割とこうすごく浸透していくんですね。まあどんどんこう独自に発展を遂げていくんですけど、例えばタッセルローファー、飾りがついたタッセルローファー、なんとなくちょっとこうドレッシーなイメージがあったりするんじゃないかなと思うんですけれども、このローファーは実はねこのアメリカのハリウッド俳優が作らせたっていうのがあります。はい、アメリカのハリウッド俳優さんがこのオールデン社にちょっとねお願いをして、こういう風にタッセルのついた少し装飾があってエレガントなローファーっていうのを作っていただいたっていうのがルーツなんですね。そしたらやっぱり次はそれがまあ流行るわけですね。また
でまたいろんなところが流行りだしていろんなものを作ったりなんかしてタッセルといえばちょっとこうスーツに合わせる少し装飾的でエレガントなシューズっていうふうにローファーの中でも位置づけられますし、そしてここにはないんですけどもう一つビットローファーっていうちょっともともとビットっていうのは馬のバグとかのやつなんですけど、まあそういったねこの金属がついたビットローファーっていうもの、これなんかはやっぱり一枚目なのはグッチさんですよね。はい、グッチさんがビットローファー作って、でこれをまたねいろんなハリウッド俳優さんとかがいろんなところで履いてっていうので、まあ、すごくね人気になった、しつけになったっていうのが、まあ、流れとしてはあります。はい、でまあやっぱりこうアメリカっていうともうそこからも足元にはやっぱりコインローファーを履いたりだとかタッセル履いたりだとかっていう風な感じでやっぱりこうアメトラに欠かせないものになったっていうのがねございます、流れとして。まあ、ちなみになんですけどこのコインローファーってねよくこの形を言うんですけど、これのコインっていうのもね皆さん分かりますかね。実はこのコインローファーっていうのはここにね昔1セントのコインを、これはちょっと分からないんですけど入れとくんですよ、アメリカの学生とかが。でこれ理由はいろいろと言われてるんですけど、一番まあ有力と言われてるのが公衆電話がちょうどね流行った時で、まあ要は電話が出てきた時で、その時にまあこうなんかの時じゃないですけどそういう時にこう仕込んどいてっていう意味合いがあったみたいです。まあ、とにかくその着こなしがなんかこういいよねっていう風になって、まあみんなここにコイン差し込むわけですよね。まあそれがなんかこう流れに流れてコインローファーっていう風に言われるようになったっていうのがねございます。今日はこんな感じでちょっとローファーについてねいろいろと話しました。まあ軽くね最後にちょっとうちのアイテムをね紹介できればなと思います。まずはコインローファーっていうとこのコロっていうシューズね、これなんかはね割と本当にベーシックな、それこそそのさっきの GH バスさんのものとかにもかなり似てるようなシューズで、コインで B フローでちょっとカジュアルな感じですよね。まあこういう形もあれば本当にローファーでもいろいろありますよね。これはランスっていう形、一気にちょっとこうホテッとごつくなると思います。はい、こういったものもございます。着こなし的にはちょっとこうフレンチっぽいようなスタイリングとかやっぱり合うかなと思うんですけれども、割とこう重厚感もあって、まあ、ローファーなんですけどいい意味でね軽さがあまりなくて割と重たくね履けるような感じですよね。うん、でローファーといえばやっぱりイタリア系も外せないのでこういった感じで、これはうちのプレデビーノのシューズ。はい、一気にやっぱりエレガントな雰囲気になると思います。ね、割とローファーってこう国柄の雰囲気でも形が結構ね一気に変わると言いますか、イタリアとかやっぱりノーズがちょっとこう長くってすごくこうエレガントな形をしているものっていうのが多いです。杖も少し細めになっています。あとこれはイギリスですけれどもそれにかなり近いのでこのボードイアンドラッチ、もっと軽く履けるしもっとなんかこう抜け感を出すのにはすごく最適、これタッセルとこういう感じで、まあプレーンっていうのもございますけれども、どちらもねすごく形が綺麗ですし、まあノーズなんかもちょっと細めなのかなっていうようなねそんな感じになっています。はい、まあこんな感じでね僕らのこれは扱ってるブランドになってしまいますけれども、ローファー一つとってもやっぱりいろんな形があるし国柄によってもとにかくいろんな特徴があるっていうのがすごく面白いところじゃないかなと、まあ僕がすごく好きなところですね。まあ、今日は、こんな感じで、まあ僕のちょっとねうんちくじゃないんですけれどもローファーについてね深掘りしました。割とねローファーっていうのは実はカジュアルと言いますか、なんならまあ怠け者っていう感じでちょっとだらしないぐらいのシューズだったのが、まあ、ここまで発展してるっていう感じなんですよね。すごく進化してますよね。メンズファッションのクラシックなアイテムっていうのは歴史があって、まあ、そこに来るまでのこのストーリーが面白いものっていうのがすごく多いので、時たまねこういったものもまたお話ししていけたらなと思っています。僕らのチャンネルはこんな感じで毎日8時に動画を更新しています。ぜひねチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで M でした。バイバイ。